クラジルの時間がやってまいりました。せっかくなんでもうちょっと締まりのいいのに今日も水曜日のこの時間はクイズアドッタークラケローが始まります。回答者はなんと今日はブンちゃんとエコスマイルさんです。一番目がありがとうございました。あ、ありがとうございましたじゃないよね。ありがとうございます。ありがとうございますだよ ね、 これね、申し訳ございませんでした。何の何のね、やっぱりねクイズ番組なんで問題を探すのがね結構大変なんですけども、実はね今日はね、はあ、あのすごい手を抜きました。素晴らしいですね、うん、ボケ通信なんでね結局はね、ボケられればいいかなっていう、そういう軽いノリのクイズにいたしました。問題です。ボケのプロみたいな方が来てください。早速ですね、もう今日はね問題です。問題です。問題言っちゃうよ。あ、いいですよ、はい、お願いします。それではどうでもいい雑学の問題です。雑学の問題です。さて、火星にも山があるそうです。あ、はいはいはい、オリンポス山はエベレストの高い10倍の高さである。丸かバツか。どうぞ。バツ。あ、バツです。おです。こっち来て、こっち見ますか。バツ。バツです。3倍です。あ、大したことないですね。大したことなくはないです。エベレストの3倍ですからね。すごいですね。エベレストすごいな。エベレストは日本じゃなく世界で一番高い山です。その3倍もあるってことはどんだけ高いかってことですね。素晴らしいですね。10倍であるわけがないってことですね。それではもう一個問題です。問題です。カキの貝は生産で複数回性別を変える。丸か×か。丸。丸です。そうですね。なんかね全然ボケが入らなくてどうしたらいいんだろうと思っちゃうね。これね教わった、うん、丸かバツの場合はね、うん、丸かバツしか言わないっていうのはもう不正解にしようかなと言わなきゃダメみたいな。丸バツクイズの時はなんかボケたこと言わないと、なんか言ってくれないとね三角とか言ってくれないと全然なんかこっちやっててねつまんないんですよね。つまんないらしい。やっぱりね出題する人をつまんなくさせたらもうそれでね減点です。問題です。じゃあ次の問題です。ハリネズミは脈拍数が1万回。1分間に1000回である。丸か×か。1万回。8回です。あ、そんなに少ないですか。そう知らない。8回です。あ、当たった。すごいじゃないですか。なんで1分間に8回なわけがないじゃん。てかちっちゃいネズミの方があれ、動物の方がね、あの心拍数多いんでしょ。あのご老人はね、なかなか多いと思いますけど、文ちゃんは何回ですか、1分間に。1分間に、うん、かかったことないから1回ぐらいじゃないですか。10回。わかんない方がいいみたいですよ、あれ、ね、血圧計ってなんかあれね、あれじゃない、阿保先生が講演会で言ってましたけど、あんなものは測っちゃダメだと。測っちゃダメ。そう、これどうしても測りたかったらね、うん、死んだ時に、うん、臨終してるかどうか確認するように使えとか言ってましたから。生きてるうちに使っちゃダメみたいですよ、血圧計は。1回ぐらいを確認しときたいよね。ああ生きてるっつってね。というわけで正解は、はい、ハリネズミは、はあ、脈拍数1分間に300回だそうです。あ、300回、ね、すごい面白くない回答ですね。さて問題です。問題です。ダチョウの卵食べたことありますか。ダチョウの卵、ああ聞いたことあるね。ダチョウの卵食べたことあります。なんかフライパンでじゃなくて目玉焼きにして食べたのがどっかで食べたような気が。ああ、はい、あ、普通のねニワトリの卵っていつもあのゆで卵を食べてんだけど、さて何分ぐらい茹でるのが一番美味しいでしょう。3分。3分でゆで卵できる。うちはあれ水なしでやるから割と早いです。あ、早い。あ、だって水入れちゃうと 水っぽくなっちゃうじゃないですか。うん、そうだね。だから水なしでね蒸しちゃうんですよ。蒸すの。そう、3分。3分でできるのね。沸騰してから3分ぐらいじゃないの。へ、とろ火にして。でカップ抱えたらどんなの。えカップいっぱいお湯入れて
だからお湯入れちゃダメだって。問題です。さてダチョウの卵はどのくらいでゆだるでしょう。ゆで卵になるでしょう。30分。1時間。お近い。あさすが近い。4時間かかる。あそんなかかるんですか。なかなか中まで伝わんないじゃないですか、熱が。でかすぎんですね、うん、熱いんだよね。入れる釜がないんじゃないのかな。こんなこんなこんなでかくない。そんなこんなもんじゃ。ダチョウの卵なんて。あ昔あれだよ、でオーストリッチのバッグさ売るとさ、うん、なんかダチョウの卵のさなんかさねノベルティみたいなさ置物がプレゼントされますとかっつってさ、うん、それダチョウの卵にダチョウの絵が描いたのよくやってたで俺。そうこんなもないでした。あんなんでっかい卵をダチョウ埋めるんだね。すごいですよね。すごいよね。まあいいや。長野県でねダチョウがあってるとかあるんだよ。さっきから長野県の話ばっかりですけど他の県の話はないんですか。じゃあ静岡県現地妻でもいるんじゃないの。あ長野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 ですけど長野ね。どんだけ長野が好きなのかなと思う。問題です。さて問題です。世界で最も多い名前は、はあ、鈴木さん。なんで鈴木さん。あジョン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 プラトラブルタみたいな違うのジョンとかね。あほらあってあれジョンです。あほらジョン嘘です。ジョン万次郎ムハンマドだって。ムハンマド。ムハンマド。もうこれじゃアラブ系ってことですね。そうです。あもう世界はねイスラムなんで。イスラムですね。ムハンマド。ムハンマドアリ。すごいですね、うん、モハメットじゃないですか。アリはムハンマドアリなんですか。えアラブ系だよね。問題です。さてカメレオンは環境に合わせて色を変えることができるんですけども、ああああ目が見えなくても、ああさて色を変えることができるでしょうか。できる。できない。できる。どっちだよ。だって深海の魚なんかそう光来なくたってその擬態するでしょ。あれ目がくる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 回るんですよね。知らん。できる。だから超能力者なんだよ。だから目が分かるよ触った感じで、うん、あこれ黄色とか青とか。だからね目で見て色を合わせてるんじゃなくて、あの波長で体で感じてんだよ色。あそういうことですね、うん、じゃあ色は波長だから体全体がそうなってんの。そうそうなんだよ。あ波長だよ波長。そう波だからね、うん、みんなね、うん、C 調波長にね合わせて歌でも歌ってください。全然よくわかりません。問題です。さて毎日宇宙からゴミが地球に降ってきているそうです。はい。1日何キロのゴミが降ってきてるでしょう。1万キロ。1日何キロ降ってるでしょう。10万キロ。10万キログラムも降ってるの。どんだけ。てかこの間あれじゃないですか、この間青木さんあのソ連ロシアに、うん、あれ隕石落ちたじゃないですか。うん、うん、落ちた。あれね、うん、昨日見てたら、うん、もう落ちる時にね、うん、後ろからあれがなんかマッハ40とかで落下してきたらしいんですよね、うん、でそれを後ろからこう迫ってってね、うん、これ真ん中を貫通して、うん、これでそれで爆発させたっていう絵があったんですよ、うん、そう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 。やっぱそうですよね、うんうん、どうも誰かが地球を守ってんじゃねえかって話になって、うん、これでそれがやっぱりねそんなマッハ40もするものよ速いもんなんか地球人作れないじゃんね、うん、だけど宇宙人がどうもね地下に住んでるみたい。だから隕石が落ちちゃうと宇宙人も困るもんだから、うん、だからどうもね隕石は宇宙人が撃ち落としてくれてるみたい。あ地球に降る前に、うん、そうだよ。だってねあのロシアだって一人も死んでねえんだぜ、うん、ねあんだけ衝撃波だけはあったって言ったでしょ。光はすごかったしさ、うんうん、ここでガラス何百枚も割れたとかね、うん、言ってさ一、うん、人ぐらい死ぬちょ普通は、うん、あの世の中はね目に見えるものが全て世界だと思っている人が多いんですけど、特に人間はね目に見えない世界も実はね存在しうる。さっきのカメレオンの話じゃないんだけど、うん、もう世界はね目で判断してるじゃないですか。目で見て物は違うんですよ、うん、あのいろんなこう波動超音波でいろんなものを感じてる。だからここにいて今見えないものが実はそこら辺に存在している可能性はかなり高いです。
で俺なんかも言うもんね、だいたい人間の言うことが聞かない方がいいよっつって、だいたい口なのの言うこと聞いてんとさ、だんだん騙されていっちゃうから、うんうんうん、で女だったらやっぱ触るとかね、触る、フォースで感じるものってのがあるわけでしょ、いちいちの目、うん、ね、目つぶってたってさ、うん、目で見てるのは実は光なんだけど、それ波長を見てるだけだもんで、見え方は人によって違うはずなんですよ。だって青って言うけど本当に青かどうかなんか分かんない。俺いつも昔ちっちゃい頃も思ったけどさ、赤って言ってもさ、俺の感じてる赤とこれこのおじさんの感じてる赤が一緒かったらありえないよね、一緒ってね。でも赤赤っていう風になるわけでしょ、色盲とか色弱とかね、そういう病気の人もいると思うけどね、分かんないじゃんね、どんな感じで赤く感じてるのかなんてのはさ、脳が勝手に思ってるだけだから。今見てるのは過去のものらしいよ。問題です。ここにあの問題です。もう現在過去未来ということでね、宇宙ゴミが1日何キロかっていう答えをちょっと言いたいと思います。1日900キロ、毎日宇宙から降り注いでるということです。ということで、どっから来てるんですか、その宇宙ゴミってのは。宇宙です。あ、宇宙で飛んでるんです、ゴミが。宇宙に漂ってます、ゴミはね。あの人工衛星 の, その残骸とかも、ね、ああやっぱそういうのもあるってことですね、うん、ありますね。で宇宙からも漂ってます。問題です。さて次の問題です。おおよそアメリカには4万人いるんですよ。4万人、4万人、何やるんですか。さて何をしている人が4万人いるでしょうか。何ですか。4万人、おおよそアメリカに4万人の人が何々をしている。嘘を言ってる人。じゃあもうちょっと細かく言いますね。違法で入国。おおよそ4万人のアメリカ人が毎年どこで怪我をしてるでしょう。怪我、うん、毎年4万人も怪我してるんだけど、どこで怪我してる場所。あれだ、グランドキャニオン。グランドキャニオンでも怪我をしてます。あ、してるんですか。グランドキャニオンにも多分あると思います。 あるんか、うん、どこでしょう。どこ、はい、一般的にね、どこ。文ちゃん家にもあります。 あるの家にある。すごい。そういう怪我するんですか。ここにもあります。 ある、うん、怪我するんですか。アメリカだけでアメリカ人が4万人怪我してる、その場所はどこでしょう。ここにもあります。トイレ。あ、お、トイレ正解。トイレです。さすが、素晴らしい。よく分かったね、トイレって。なんで怪我するんですか、トイレで。さあ、分かりません。怒っちゃうんですかね。怒っちゃうんじゃないですかね。この問題はかなりボケられる問題だと思ったんだけど、答え言っちゃいましたね。言っちゃダメです。本当、答えを言ったらもうその問題は終わりだって、さっきからずっと言ってるんです。答えてないでしょ。全くこのボケられる人は当たっちゃう。なんで当たるの。問題です。じゃあ次の問題は必ずボケてください。ボケないと不正解です。言いますよ。アイスランド人は。アイスランド人、うん、アイスランド人、はい、どこの国。アイスランド。なんか電話かかってちゃった。あ、すごいですね。アイスランド人はどこの国よりも一人当たりの丸々の消費量が多い。あ、ブランデー。今クイズ番組やってるもんですから申し訳ございません。なんですか。日本酒。日本酒。なんで日本酒。俺がブランデーって言ったからって酒でつなげる必要は全くないんですよ。ほら当たってるじゃないですか。ブランデーと日本酒です、はい、あ、ね、アイスランド人も大好きなんですね。いいじゃないですか。ブラジルと日本、日本島が、はい、日本酒が適当で当たっちゃうんだ。確かにね。こちらボケてくれたんで問題です。あ、問題です。答えを言いたいと思います。あ、一応消費量の問題まだ続きます。実はどこの国もよりも一人当たりのふにゃふにゃが消費量が多い。アイスランド人はどの国よりも一人当たりのふにゃふにゃが消費量が多い。さあ、何でしょう。お、アイスクリームって言ってる人いますね。近いですね。アイスクリーム近いですね。近い、うん、どの国よりも一人当たりのふにゃ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 香りがふにゃふにゃコカコーラ。あ、ほら、コカコーラです。ほら、ね、当たっちゃダメだった。あ、ダメ、うん、不正解です。不正解。はい、じゃあ次の問題です。次の番組ね、ナツメグを
静脈内注射した場合、どうなるでしょう。ハンバーグになる。何ですかそれ。夏目のミンチミンチミンチみたいにもう粉々になっちゃうんじゃないですか。そんなの入れちゃったら、あの体が。正解はかなり有毒であるという。あ、それだけの話です。毒じゃないですか。夏目のって何。夏目知らないですか。知らない。香辛料であるんですよ。だから問題です。だから静脈じゃなくて、あの注射、うん、血管に注射しちゃダメですよってことです。ああ、そうか。夏目は、さてアメリカよりも中国の方が丸々が多い。さあ丸々ですよ。これは難しいからボケてくる。中国の方がアメリカよりも丸々が多い。アメリカ人口、俺らと言った人口は多いですよ当然ね。そういうの面積、そういうのはね、あの全然答えにならないから一応正解にしてきますけど、アメリカよりも中国の方が丸々が多い。丸々が多い。あ、なんか視聴者様からバーニャーカウンターが多いって書いてありますね。あ、バーニャーカウンター、ま、前の番組越後製菓っていうのもありますね。あ、越後製菓好きがやっぱりますね。亀田製菓。アメリカよりも中国の方が何々を話す人が多い。何々を話す、うん、中国語。スズメ。中国語近い。中国語近い。なんですか。中国語近いです。アメリカよりも中国の方が中国語を話す人が多い。素晴らしいです、ね、多い。すごい近い。近いって言ってましたよ、うん、なんか言葉みたい。言葉チャイナ語。ダジャレ。あの英語を話す人が多い。あ、中国語の方が、うん、あ、アメリカ移民の国ですからいろんな言葉を喋ってるでしょ、はい、フランスの語も多いでしょうし、うんうん、そうです。アメリカ人英語喋らないです実は。そうね、アメリカ人はアメリカ語喋るもんで。あ、すいません、ね、英語じゃないです、ね、英語じゃないです。あれ英語っていうのはイギリス人が喋る言葉を。あ、それは英語なんですね、はいはいはい、アメリカはアメリカの方言ってことですね。そう、引っ掛け言葉ですね、これ。だアメリカもね、中国人もいるし中国系アメリカ人もいるし、はいはいはい、スペイン系アメリカ人もいるもんで、はい、基本的には本当のアメリカ人ってそうそう多くないんですよ。あ、中国の方が英語喋るという。すごいですね、うん、本当か嘘か分かりませんけどね。多分嘘でしょうね。問題です。一般的なゴルフボールのくぼみ、はあ、ありますね。飛距離を伸ばす。あれはいくつくぼみがあるでしょう。108つ。お、いいね、その正解ね、はあ、うん、近い。なんか煩悩の数ですね。近い、まあ、ゴルフボールにも煩悩がある。必要ですからやっぱね。さて、からね、本当はいくつでしょう。65。おー、いいね。それは何の数字ですか。わかりません。ダメだね。理由を言ってくんないと。理由のある数字じゃないとダメですね、うん、それはボケじゃないよね。当てずっぽうって言うんです ね、 そうね、それね、うん、バーニャーカウンターみたいです。あ、ね、何のことかわかんないです。バーニャーカウンター、バーニャーカウンターってあれ料理の名前じゃないですか。ああ。そうなんだ。カウチポテトみたいな。そう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 。あれ料理の名前じゃないですね。いいからげんですね。さて、ああ、じゃあ答えを言います、はい、もうつまんないんで全然文ちゃんボケてくんないんでね。そう、固まっちゃってますけど大丈夫、生きてるんですかね。もうゴルフボールのくぼみって言ったらさ、うん、ね、オスとメスがあるよとかさ言ってくれるのかと思ったら全然何も言ってくんない。くぼみもね、実はね、はい、336個あるんですよ。あ、そんなあるんですか。うん、数えて、たまにはそういうの、ボケ防止のために、あれゴルフやるんですか。やんない。問題です。さて、ラスベガスのカジノ場には丸々がない。なんすか。金庫がない。金庫ね、金庫ないでしょうね、多分ね。使われないですか。ラスベガスのカジノ場には丸々がない。ゴミ箱がない。お、ないかもね。お、うん、丸々がない。近いか。これは嘘だな。みんな知ってるもんね。みんな知ってる。みんな知ってる。答えはね、時計がないって言うんだけど、時計してるよね、みんな、ね。時計してる。あ、ないってよく言いますね、なんかね。時間気にしちゃうと、なんか遊びに集中しないからとか。うん。そう。じゃあ、次。問題です。問題です。ラクダは。ラクダは。人間はね、最高二重まぶたってあるじゃないですか、はい、ラクダは 何重のまぶたがあるでしょう。12。12一重ね。そうですね、うん、なかなかいいんですよね。いい、褒められてます。12一重まぶた、
108個。うん、それも、まあ、そんなピンポンにしましょう。もうありそうな数字にしてください。あるわけないのやめてくださいよ、言うの。文ちゃんもたまにそのボケさせてあげるから、いくつって言って。全然固まっちゃってるけど、ね、もう全然勇気も何にもやる気もなくなってきてますけど。ラクダはどのくらいのまぶた、あ、言ってラクダ、うん、二重まぶた。はい、いいよ、それで全然面白くない。年輪みたいな年の数だけ増えてくる。ああ、いいね、それもね。でもあれだって、あれじゃん、ラクダのなんかビュー、なんだっけ、あのビューティーコンテストみたいなのあるとかってやってたじゃないですか、この間。知らない。すげえ金かかる。どこアラブでやっぱりケツの形とかいろいろあるみたいな、やっぱ。そう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 、それで、優勝するとめっちゃ金もらえるみたいなの言ってましたよ。答えは、答えはラクダは三重まぶたまである。あ、そんなあんの。あるそうです。本当か嘘かは知りません。じゃあしんすけは何十まぶたでしょう。しんすけ、うん、あ、来た来た。しんすけは何十まぶたでしょう。二重。何や、あ、そんな煩悩やらしいことは考えてる。しんすけはスケベだから、もう何十でもありますね。見てみりゃ分かりますよね。うん、本当に誰も見ようとしないけど、ね、問題です。さあ問題です、はい。白熊さんは一匹残らず、さて右利きか左利きかどっちでしょう。あ、そういうのがあるか。白熊さんは一匹残らず右利きです、左利きです、どっちでしょう。真ん中利き。何ですかそれ、真ん中利きって。なかなかいい回答ですね、それ。真ん中利きって、真ん中利きっていうのはあのジョイスティックのことですか。あ、そうですか。そうですか。足、みんな足しかないじゃないの。足がないの。足しか。アシカですね、はい。あ、アシカだって。ほんでアシカ、どっち、どっち。アシカ。アシカね。はい、いい回答でした。アシカでした。はい、シロクマは一匹残らずアシカでしたね。そうなった。じゃあ次の番組、問題です。次の問題です。問題、はい。キリンちゃんは自分の舌でどこのお掃除ができるでしょう。耳。言ってもらって不正解だな。ああ、耳ですか、これ。耳です。鼻。鼻、うん、それも不正解だな。ああ、お尻、お尻、お尻、それも不正解だな。じゃあ口、うん、それも不正解ね。残念です。それも不正解。もうね、どこ、ビービン、どこ掃除してもいいですね。心を掃除する。心を掃除。そうですね。そうですよ。モグロ恋に破れた女みたいになってますけど、大丈夫。モグロ服装って言ったらね、ピンポーンってやったからね。前、心の掃除をしてくるというわけで、はい。問題です。当たってくだけど。まだあるんですクイズ。問題です。まだ問題がある。カタツムリの歯はいくつあるでしょう。カタツムリの歯。カタツムリの歯。歯がないです。それは文ちゃんです。あ、ないですか歯。あ、いっぱいあるじゃん。入れ歯です。あ、虫歯です。あ、虫歯ね。さあ、いくつあるでしょう。歯は無限大。素晴らしい。無限大っていうところ素晴らしいね。これね、正解はね、2万5000って書いてあるんだけど、俺2万5000ね、数えた人いないと思うんだよね、俺。そんな歯があるんですか。ありえないよね。これ嘘でしょ。これ、この問題作った人、嘘でしょ。どっから持ってきてるんですか、青木さんの問題なんか。どうも嘘っぽいのが多いですけど、この嘘っぽい問題は実はどうでもいい問題集から持ってきました。問題です。さて問題です。まだワニは舌が顎にくっついている。ワニの舌は舌が顎にくっついているため、口から舌を出すことができない。なんすか、イエスかノーか。ワニ、ワニは舌が顎にくっついているため、口から舌を出すことができない、突き出すことができない。イエスかノーか。ノー。はい、ノーね。また怒られて。ノーっていうのはね、できないってことですか。できるってことですか。やればできる。ああ、やればできるね。はい、すごい。なんか全然面白くないですね。問題です。さあ問題です。はい、カンガルーはよくジャンプしてます。はいはい、ボクシング、ボクシング。どっち側にジャンプしてるでしょうか。どっち側。前、前。あ、手前、手前。問題です。ほら、ブンち
カンガルーは後ろにジャンプできるかできないか、はい、ああいいじゃないですか、やってみなきゃわからない。なかなかいい正解ですね、それ。やってみないとわかんない、うん、そりゃそうだ、素晴らしいですね、うん、たまたまアンチカールね、やっぱりね、たまたまね、後方にねジャンプできないカンガルーもジャンプできちゃう可能性があるんで、うん、これ後方にジャンプできないって書いてあるけど、うん、いやたまにはできちゃうんじゃないかなと、ね、だからやってみないとわかんないね、うん、やってみないとわかんないよね、やってみないとわかんない、これが最後の問題です。問題です、真面目にやらないと。イエス、あの丸かバツかで答えてください。カモシカ、カモシカの汗は汗、カモシカ汗か、汗なんかくんか、カモシカの汗はしょっぱくない、青い、あ、丸かバツか、ピンク。カモシカ、カモシカ何色だ、カモシカは白がかかって白黒、白黒そのね、それいいね、何色かって聞いてんのに白黒って何それ、うん、白黒は色じゃないということで、カモシラ、カモシカの汗は白黒になりました。ああ白黒今決まりました、はい、クイズ当たって砕けろ。今日の回答者はなんと文ちゃんが特別ゲスト、ありがとうございます、ね、回答者は、エコスマイルさんが今日は回答者でした。今日もありがとうございました。バーニャカウンダーさんもありがとうございました。